アフリカワシミミズクは、全長が約40センチメートル、体重が700グラムほど。アフリカの乾燥した地域に生息するミミズクの仲間だ。まずは1羽ずつ見ていこう。この子はカンちゃん。より黄身の丸い目が何とも可愛らしい。おっとりとした性格をしていて、ガラスがなければ触れるほど近くで寝ていることもある。この子はモイモイちゃん。一目で顔の彫りが深い。ちょっとビビりな性格で、近づくと逃げていってしまう。それでは差を見てみよう。なるほど。並べてみると結構違うね。まずは目。まん丸で寄り目なカンちゃんに対し、モイモイちゃんはじとっとした目だ。性格もおっとりとビビりで反対だね。さらにミミズクの特徴でもある鵜角。ピンと立っているモイモイちゃんに対してカンちゃんは何やら丸っこいね。今回はアフリカワシミミズクのカンちゃんとモイモイちゃんを比べてみたよ。同じ種類でもいろいろな差が見られたね。それでは最後に問題。じと目でビビりな子はどっち？正解はモイモイちゃん。覚えたかな？それじゃ。